メリカの IT 大手 Google の持ち株会社とマイクロソフトがそれぞれ先月までの3ヶ月間の決算を発表しました。 Google は主力のインターネット広告事業の成長が減速し、マイクロソフトはドル高が収益を押し下げるなど、コロナ禍でも好調な業績を維持してきた IT 大手に陰りが見え始めています。 Google の持ち株会社アルファベットは26日、今年4月から先月までの決算を発表し、売上は696億8500万ドル、日本円でおよそ9兆5000億円と、前の年の同じ時期と比べて 12% 増えました。